一緒にお風呂入らない代わりに私に頭洗ってほしいだなんて、わがままな旦那様ですね。大丈夫ですよ、しっかり洗ってあげますから。このくらいでいいですかね。それじゃあ目を閉じてください。ちゃんと閉じてください。目に泡が入ったら大変ですから。大丈夫ですか？しっかり洗ってあげますね。くすぐったいですか？そういえばこの前、髪の毛切った時にとても心地よさそうな顔をしていましたね。ごめんなさい、いろんなところに手が当たってしまっているようで。でもこうやって汚れのたまりやすいところは他人にやってもらった方がちゃんと落ちますからね。なんて顔してるんですか？もっとあわあわにしちゃいましょうね。ちょっと待ってください。頭皮マッサージもしましょうね。頭が柔らかければストレスも軽減されるようなので、しっかりマッサージもしますね。お風呂に入るのを断ったらこうなるとは思ってもみなかったです。いいえ、言ったじゃないですか。あなたから頼まれたものは何だってやりたい。そうですね、仕方ないじゃないですか。一緒にお風呂なんて入ったら今日は眠れなさそうでしたし、明日は二人ともお仕事ですからね。サボらないようにしないと。流しましょうか。
少しって。わかりました。あなたが満足するまで、しっかり洗ってあげますね。そんなに早く帰ってくるとは思わなかったから、簡単にオムライスにしちゃいました大丈夫ですよ、温めて食べればいいですから。でも出来たての方がいいですよね。二人で暮らしてから、あなたの好みが分かるようになりました。もちろん、私が何を作っても、何でも美味しそうに食べてくれて嬉しいんですけど、あなたの本当に好きなものを探るには、とても難しいことなんですよ。全部美味しいって言うんだもん。あ、仕事ですか？最近は落ち着いてきてて、ゆったりと。はい。なので、今度の休日、手料理を振る舞う代わりに、私の行きたいところに連れてってくれませんか？いきなり動いたら目に泡が入っちゃいますよ。いけない子なんだから。でもずっとこうしてたから泡が。これで最後ですからね。かゆいところはないですか？お客様。小さい頃こういった遊びをよくしてました。当たり前です。私だってしっかり子供だったんですから。でもいいんですけど、しっかりご飯を食べてもらわないと明日倒れちゃいますよ。こうやって目をつぶってると、何でもできちゃいそうですね。あ、目開けちゃダメですってば。ごめんなさい。
そういうこと言うんですから。目は開けないでください。そろそろ流そうと思うんですけど、ごめんなさい、びっくりしちゃいました。髪の毛洗うのに集中してたので、覗いたら、とても、どうしてわかったんですか？はい、とてもキスをしたくなんて。流しますね。我慢できなかったんですか？本当にわがままな旦那様。いいえ、私も同じことを思っていました。ダメですよ、まだ。目は閉じててください。じゃあ洗い流しますね。